ビットプリ TV 始まるよ。こんばんは。こんばんは。ストロークの力を効率よく伝えるためのポイントです。はい、ありがとうございます。いろんなポイントあると思うんですけど、はい、今回一つに絞ってちょっと言ってもらいたいなと思うんですけど、はいはい、このポイント、こう重要なポイントあると思うんですけど、その一つを、はいはい、お教えしていただきたいと思います。やっぱり重要なポイントで私が一番重要だと考えているのは、やはりボールを見るってことです。ボールを見るっていうのはやっぱり目でちゃんとボールを見て、目で合わせる、目を常にボールに合わせて、そこからしっかりボールを捉えていく。やっぱりストロークも何ですかね、こう力で打つ、もちろん力あった方がいいんですけど、やっぱりタイミングなんですね。タイミングでボールをパーンと飛ばしていくんで、タイミングをこう取る上で目が外れちゃってると力がロスしてしまう。やっぱり打ち損じが増えてしまうのと、やっぱあとは目線が早く離れてしまうことによって体もこうやって暴れちゃう、体がこう必要以上にこう暴れちゃってパワーロスをしたりミスショットになったりしやすいと思うんで、しっかりなるべく目はボールを合わせて、あとはタイミングをしっかり合わせていくということによって体の開きも最小限抑えられる。あの体がこうやって暴れちゃうと良くないと思うんで、しっかり目でボールを捉えることによって体が暴れないでフォアハンドにしてもバックハンドにしても打てるということにつながると思います。はい、実際に実践の方をやっていただいて、見るっていうところにすごく注目したポイントがあったと思うんですけれど、こう実際にやってみてもらって、こう何かこうまたプラスで伝えるものってあったら。やっぱり非常にまず見るってことにおいては、やっぱりボールに目線を合わせることによって集中して打てるんで、しっかりと目はボールで、スポーツやる方は周辺視野で、相手の人結構見えてくるんで、しっかり目線は、目のピントはボールに合わせておけばうまく対応できるのかなというのと、やっぱりしっかりタイミングよく合わせるためには、ある程度こうもちろん目で見て合わせていくの上で力をちょっと抜くっていうのも大事だと思うので、あまりこう硬くなっちゃってるとタイミング遅れたりしやすいと思うんで、なるべくリラックスしてパンツしっかりタイミングを合わせていくっていうのも必要なポイントなのかなと思うので、逆にそこが硬くなりすぎちゃうと振り遅れたりする原因にもなるんじゃないかなというふうに。はい、ありがとうございます。こう実際にどんなボール打つときもそうなんですけど、やっぱり目っていうのはすごく大事で、こうしっかりボールを見る、でラケットをしっかり当たるところをしっかり確認というところで、それをねやっていただけると、今日も実践見ていただけると思うと分かるんですけど、ボールがやっぱり締まってると思いますので、こう皆さんもねしっかり実際レッスンでやるときにボールをしっかりよく見て、ね、しっかりボールを捉えて、はい、打っていただけると、長谷川コーチのような、はい、ストロークが打てるのではないかなと思いますので、皆さんもぜひチャレンジしていただければと思います。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。